こんにちは、LR サウンズアートです。ちょびっとアートが英語風に言ったの分かりました？分かんないですよね、僕の汚い発音じゃ。そんなことはどうでもよくてですね。3月29日の、ナタラシズムのライブ、ありがとうございます。来てくれた人は無観客なんでいないんですけど、オンライン配信っていうのをね、ムーディアさんっていうそのサイト通じて会って、でそれで結構見てくれたみたいで、でその日ってね、エマージェンザっていう最終的にドイツまで行けるライブコンテストの予選の日だったんですよ。で無観客配信でその配信サイトで投票して、1番目と2番目のバンドが準決勝に進めると。で、あ、でナタラシズムはですね、なんと、準決勝に進出しました。ヒュー、パパパパパパ。言うて3バンドのうちの 2つなんですけど。ね？このクソコロナのせいで、いや、クソとか汚い言葉使っちゃダメですよ。ダメ。そう、コロナのね、あれでね、なかなか、そのもうちょっとこの日出れないやみたいなバンドさんも増えちゃってですね、まあ3バンド中の2バンドの準決勝のね中に入ったんですけど、でも準決勝は準決勝ですよ。結果オーライじゃないですか。だからやったるぞってね感じで、本当にそのよくわからない投票システムの中投票してくれて本当にありがとうございます。感謝です。初見の方もいたと思うんですよ。なんか私投票したみたいな人が一人しかいなくて、あと二人わかんないけど、あと何か誰が投票したんだろうみたいな感じで、でもですね、その本当に初見だったかもしれないし、わかんないけど、それはすごく嬉しいことで、だからその準決勝のライブも本当は5月にやるみたいなんですけど、そのどうなるか分かんないですよね。まあ今の感じだともう5月も無観客になるか、そのもっともっと延期しちゃうかちょっと僕にも分かんないんですけど、でもね、その自分たちなりにというか、まあ前の時よりね、そのもっとパワーアップして、せっかくね投票してくれた方、見てくださった方にね、その気持ちに応えられるようにもっともっと頑張ってパワーアップして準決勝に臨みますので、ぜひ次回もよろしくお願いします。で次回はその本当それもどうなるか分かんないんですけど、一応渋谷エッグマンさんっていうね、300人ぐらい入るとこなのかな、ちょっとよく分かんないですけど、そういうとこでやるんで、また時期とか来たら、分かったら、YouTube とか Twitter でお知らせをいたします。ということでね、ありがとうございます。またよろしくお願いします。これヘビの頭に顔とか映ってないかな？映ってたら恥ずかしいな。はい。ナタラシズムの LR サウンズアートでした。じゃあ、また。よろしくお願いします。イエイイエイ。